はきっと報われる。いつでもないつかをまた、もういつでもいいから決めてよ。そうだよな、だからいつかか、誰かがきっと見てるから。誰でもない誰かがいた、もうあんたでいいから見ててよ。そうだよな、だから誰かが、あーなんかもう恥ずかしいくらいいけるような気がしてる。ずっと誰にも言わなかったけど今なら言える。明日の朝恥ずかしくなる、いつものやつだとしても。ずっと今まで言えなかったけど、サビなら言える。